はい、皆さんこんばんは、シスです。ロマンシングサガ RS 新しいガチャが来ました。4周年記念サルイン編ガチャ。いや、今回は皆さんの期待通りのキャラ選定だったんじゃないですかね。私これめちゃくちゃ盛り上がっております。サルインです、シェラハ。今回はこちらの方評価していきたいなというふうに思っております。本当はね、ガチャが出た直後に毎回こういった評価動画出しているんですが、ちょっと今回はミンサガリマスターの先行プレイのお話などをいただいた関係もありまして遅れてしまいました。そして今更ながらに今回このガチャのキャラクター見たんですけど、これやばくないえ、これ結構やばくない？ちょ、この後ね、どこがやばいのか、また結構やばそうに見えるけど意外とみたいな部分を詳しく話していけたらなというふうに思っております。ちょっと今回は長くなるかもしれませんが、最後まで見ていただければ嬉しいです。そして評価の方はいつも通りこちらの表。高難易度中心に追憶の幻冬城、最果ての決戦と他高難易度将来性、そして周回で評価していきます。過去の限定スタイルは非表示前提での評価を記載しておりますが、持っていたら、例えばアーニャ持っていたらどう変わるかなどは、動画の中で詳しくお話ししていきたいなというふうに思います。あくまで私の独断と偏見による評価ではあるんですけども、皆さんがガチャを引く際の少しでも参考になれば幸いです。さあ、では早速見ていきましょう。もう1体目からめちゃくちゃやばい、今回の目玉と言っても過言ではないサルインさんから見ていきましょう。そして今回ね、こちらですよ、あの最大能力影響、これが確認できるようになりましたなので今回から動画の中でこちらの方もね紹介していこうかなというふうに思っております。体験キャラなので腕力が高いことはもちろん、術もありますんで知力も高くなってますね。で、まあ愛魅力以外に相当パラメーター集中してくれていることもあって、相当高水準にいい感じにまとまっているような気がします。そしてもう一つ、あの今回3キャラともなんですが、耐性の方、これイン65要マイナス45というのがついております。なのでちょっとね、ここは注意するべきかなというふうに思います。では早速見ていきましょう。アビリティの方、いやもうね、この1個目がとにかくやばいんですよ。陰属性攻撃余ダメージ上昇 40%、 そしてさらにバトル開始時味方生存者全体にエレメントインハンスイン効果極大、これ味方全体陰属性 50% アップですこれやばいですね。5人分かかるんで実質 250%、 そしてさらに味方全体に陰属性攻撃時 BP 回復プラス1を付与するバトル中永続いや、陰属性の攻撃、これ陰属性の攻撃っていうのは、例えば今左の画面の下の方に邪恩剣残陰って書いてあるじゃないですか。あそこに陰が入ってるのが陰属性攻撃になります。もう自身だけじゃなくて味方全体陰属性攻撃打ってたら BP プラ1って、これやばいですね。陰属性限定にはなるんですけども、例えばブルーが 50% の補助技を5ターンかけて、まあ、最大 250% まで乗せていたじゃないですか。実質こちらも 50%×5 人、それをもう5ターンかける必要なく最初から乗せていると考えればめちゃくちゃ強いですよね。で BP 回復までついてくるという。でサルインのやばいところは味方を強くするだけじゃないんですよ。本人も相当に強い。いやー、アビリティのインフレまだまだ続くんですかね。まとめると余ダメ上昇が基本 30%、 陰属性 40%、 全員陰属性 50% なので合わせると初期から 120% 補正がついております。で 120% めっちゃ強えと思うじゃないですか。これね、後で話すんですけど、技使ったらもう超大変なことになるさらに上がるんですよ。でじゃあ火ダメ軽減、これだけ火力特化なら火ダメ軽減ないんじゃないかというふうに思うところ、なんと 30% ついてます。プロハイと同様。そして毎ターン全ステータス効果中 15% 上昇、火力も上がりますし精神なんかも上がるんで防御性能、状態異常耐性なんかもめちゃくちゃ上がります。
そして BP に関しては BP13 スタート、そして陰属性打ってれば毎ターン BP4 回復、非常に強いです。特に今陰属性キャラに強いキャラクターが結構いるんですよ。例えばロックブーケであるとか、アポロンの精神上げるマリシャスなんかも陰属性攻撃ですし、エスパーガールさん念動力継承してきたり、ディメンションオーラ継承してきたらそれも陰属性ですし、今同時に来ているシェラハさんもちろん陰属性と、だから特に意識して陰属性パーティー作らなくても普通に強キャラに陰属性が集中しているっていうのがあるので、今現在考えると結構サルーインは使いやすいキャラクターになってるんじゃないかなというふうに思います。でもちろんね、この効果が強すぎるので全員陰属性にまとめる必要なく、まあ、パーティーの中に2人3人くらい陰属性キャラ来るだけで十分に効果出せるくらい強いアビリティかなというふうに思います。そしてこっからなんですよ。アビリティめちゃくちゃ強い。そしてじゃあ技はというと技も強いんですよ。覚醒すると BP0、 通常攻撃の代わりに打てる威力 C の単体技、まあ悪くはないよね。あの通常攻撃打ってしまうと陰がつかないので、これあの代わりに打てるっていうのは、陰属性ついてるの代わりに打てるっていうのは非常にいいんじゃないかなというふうに思います。でさらに2番目、これがやばいんだ。覚醒すると BP8、 威力 C の全体、そしてここから攻撃前自身にエレメントインハンスイン効果極大、これ 50% っすよね。 50% しかもこれエレメントインハンスはバトル中永続ですからね。 50% アップ永続を乗せた後に攻撃で、さらに攻撃後自身にターン終了時 BP プラス1バトル中永続を付与すると、もうやってることやばいですね。バトル中3回までしか使えない技にはなっているんですけども、本当に強い。だからこれは今後技マシンとしても活躍するんじゃないかなというふうに思いますね。でこれ1回打つたびに毎ターン BP 回復量プラス1されますので、3ターン連続でこれ打つことができます。つまり3ターン終了時この技で 150% 余ダメ上昇が乗ります。アビリティ 120% と合わせますと 270%、 そしてさらに技で毎ターンターン終了時 BP プラス3状態がつきますので、もともとプラス1と合わせまして毎ターン BP7 回復キャラになります。で注意すべきはアビリティの方のエレメントエンハンスと BP プラス1はパーティー全体への効果、そしてこの技での効果はサルーイン本体のみへの効果になります。そして最後こちらカムイ、覚醒すると BP13、 1ターン目から打てる 4S 攻撃単体、サルーインさん開始1ターン目開始時点から 120% 余ダメ上昇というめちゃくちゃやばい火力ありますんで、もうこれ最強です。そして評価の方、強力の幻灯上は丸から20丸としました。もう火力は申し分なく強いと。そして全体攻撃単体攻撃両方完備しており、防御もプロハイ同等で十分に強い。もう本当は20丸つけたいくらいだったんですが、ちょっと下げたのは陰属性のパーティー組むのがちょっとめんどくさいところ、追憶でやりたい行動が必ずしもいいんじゃないよねっていう場合も多いですので、ちょっとその部分で下げました。ただ陰属性関係なくもうサルーインを雑にポンって入れるだけでも十分に活躍できるだけの、スペックは持ってるかなというふうに思っております。そして最果ての決戦闘、こちらは若干状況限られるんですけど20丸としました。まず一つ圧倒的に強いのが陰属性での置物性能、また置物だけでなく特に陰属性攻撃足りてないよっていう人にとってはこれマリシャス全体 C3 連続打てますので、であのサルインの火力で打ったらもう全体 C っていう、もっと強いんじゃないっていうくらいの火力出ますんで、十分にねあの火力として置物じゃなくても使えるかなというふうに思います。もちろんね単体攻撃としても使えますし、また過去の限定を持っていればですけど全体 S、デマイズを継承してきたら1ターン目から全体 S で一手抜けしたりとか、めちゃくちゃその一人でどうにかできるくらいめちゃくちゃ強い行動があるわけではないですけども、まあ圧
倒的火力ありますんで、まあ使えるよねっていう感じではあるかなというふうに思います。超ハイスペック置物性能、そして火力として、ここは二重丸つけさせていただきました。そして他高難易度将来性、私が最も重要視している項目になります。高難易度に関してはちょっと前までの耐久パーティーの時代からもう火力がめちゃくちゃ必要な時代に今変わりましたので、こういった本人が爆火力、そして味方火力補助もできるキャラクターっていうのは高難易度においてもバカにできなくなってるかなというふうに思います。特に今回面白いのは火力補助だけではなく味方の BP 回復量を増やすことができるっていうのは本当に面白いと思います。例えばロックブーケの単体デバフの稲玉の使用頻度増やしたりもできますし、火力だけでないそういった補助性能っていうところも評価しまして、今回丸評価としました。またアビでステータスバフ乗りますので精神が上がって敵の状態異常効きにくくなるとかも結構いいですよね。で自身もプロハイと同様 30% 防御ありますので、まあギリギリ高難易度でも戦えるくらいの防御性能はあるかなというふうに思います。一方で欠点はね3つあります。まず1つ目、陰属性強化で汎用性に欠けるという面。そして2つ目、今は強いキャラクターに陰属性が結構多いから助かってるんですけども、今後の強キャラが陰属性でなかった場合に相対的に、サルインの評価が落ちてしまうというところ。そして3つ目、サルインの本体が火力以外のデバフとかバフもしくは回復といったテクニカルな行動が取れないところ。やはり高難易度だとそういったテクニカルな行動を求められることが多いですので、単純な火力っていうだけではないもう一つがあると本当はめちゃくちゃ良かったなというところがあります。ただやはり繰り返しにはなりますが、今の火力求められている環境ではこういったサルインというキャラは見過ごせないかなと個人的には思って丸評価としております。そして周回は1ラウンド単体ボス、もう残員でこれは圧倒的に最強ナンバーワンなので20丸。2ラウンド周回は、まあ、強い攻撃が2連打できないのでちょっと使いにくいかなという面がありまして三角としております。過去の限定スタイル持っていましたら、激剣派で全体 A2 連とかで抜けられる場所があるかもしれません。なので過去の限定スタイル持ってたらここは結構使える可能性もあるかもというふうには思います。そして3ラウンド全体 C3 連発できます。もう全体 C っていう威力じゃないくらい高火力全体、3連発できますんで、これメインで陰弱点のステージが来れば刺さるかなというふうに思います。まあ、逆に言うとね、陰弱点以外だと刺さらないんでどうかなっていうところはあるんですけども、一旦ここは陰で刺さるということで20丸としました。いやこの表でさ、こんなに全項目めちゃくちゃ高評価ついたのってサルーインが初めてくらいじゃないかな。まあ、もちろんね高難易度適正とかに絞ってみればもっと上のキャラクターはいたんですけども、これは相当に面白いんじゃないのかなというふうに思っております。そしてこのガチャサルーインだけじゃないんですよ。そして次はですで、注目のキャラはね残念ながらデス様じゃないんすよ。なんでここはなるべくサクッといきたいなというふうに思っております。ステータスはねこんな感じになっておりますが、正直言うとまあ周回キャラクターかなというところで、そんなに詳細にステータス見てもしょうがないかなという部分はあります。まあ知力と素早さ高いっていうのはそういう意味ではいいですよね。で耐性先ほど言ったようにイン65、陽マイナス45がついております。でアビリティの方っていうか、これさ、いや杖じゃなくて来るんだったらさ、もう斧で来てほしかったですよね。あのサルインのあのでっかい鎌みたいな、違うデスのあのでっかい鎌みたいなやつでさ斧キャラとかだったらワンチャンあったかもしれないんじゃないかな。というわけでアビリティの方を見ていきましょう。まあアビリティも長いですね。余ダメージに関しては基本 25%、 そしてターン開始時 10% かける最大5回、敵を倒したら 10% かける最大5回、つまり1ターン目最初 35% 余ダメ上昇から始まり、マックス 125% まで伸びるキャラクターになっております。
また毎ターン知力上昇 15% が乗りますね。そして火ダメ軽減、こちらに関しては 25%。 まあ周回で使うんだったら火ダメ軽減関係ないんですけどね。で BP が13スタートで、ここが面白い、敵を倒した場合に BP プラス5されますんで、そのターンは BP プラス8回復になります。でここが注意なんですけども、倒した数によらず回復量はプラス5って書いてあるじゃないですか。まあだから全体攻撃で例えば5体倒したとしてもプラス5しかされないんですが、複数回の単体攻撃っていうのがあるんですよ。それで倒した場合、倒した回数×プラス5が発動します。これはアルベルトのレフティーホークとかシルバーさんでもそうだったんですけど、例えばデスであれば技3が3回攻撃なんですが、それで3体の敵倒した場合には BP プラス15回復、そしてヒートアップ 10% も3回乗るという形になります。まあかといってこれ前からの仕様なんですけど、じゃあアルベルトとかシルバーがそれで活躍していたかっていうと、そんなに使いどころなかったですので、今回もそこまでそのいっぱい回復するようなロマンはないかもしれません。そして技の方がこちら、覚醒すると BP1 威力 E の単体で気絶を持っているのと、自身の HP 回復効果極小、まあ小じゃなく極小だからな、ちょっと弱いかなっていうのはあるんですけど、まあ悪くはないですよね。 BP1 で打てますし、でもう一つ覚醒すると BP7 威力 C の全体、そして気絶がついていると、これ周回用としてめちゃくちゃ面白いですよね。気絶周回でも使えますし、まあメインの周回、威力 C 周回としてもワンチャンあるかなというふうには思います。で最後こちら、覚醒すると BP13 威力 B のランダムな相手に対して3回攻撃の単体技になります。これ1ターン目から打てるんですけど、B3 回はほんとめちゃくちゃ強いです。まあデスさんが余ダメ上昇のアビリティ低、1ターン目は低めなんで、1ターン目に打ってもそんなに火力出ないかもしれないんですけど、まあそんなにって言っても相当出るかサルーインと比べると、そんなに出ないかもしれないんですが、従来のキャラクターと比較するとトップレベルに出ますね。いやそう考えるとめちゃくちゃ強い技かなというふうには思います。そして評価の方、追憶の幻灯上は三角としました。撃破時ボーナスっていうのがもらえるタイミング、やはり追憶だと限られてしまうというのと、強キャラが満載の杖というところで結構微妙な部分かなというふうに思っております。また対象がランダムな攻撃っていうのも、ドマファーやダイヤ等では使いにくいっていうのもちょっと残念な部分かなというふうに思ってます。まあ、総じてインフレ前のキャラクターに比べたら、まあ、結構強いかなというふうに思うんですが、最近のインフレ環境には全くついていけてないかなという印象を受けてのこの評価になります。そして最果ての決戦闘、こちらも三角としました。撃破時 BP プラス5っていうのがあるんで、うまく使えれば結構面白いというふうには思います。行動順調整してあげて、毎回ですでとどめ刺すようにしてあげれば、まあ、全体 C 全体 C 全体 C とか全体 C 全体 C 単体の技3単体 B×3 とか、面白い行動できますので、まあ、余ダメ上昇とかは低いんですが、うまく使えれば使えるかもというところで三角評価としております。で最重要の捕獲高難易度、私的最重要の捕獲高難易度、ここに関してはちょっと一応 S スタイルから腕力デバフ小とか継承できますけど、まあ使い道はないかなというところで×としております。そして周回、周回は1ラウンド単体ボスに関してはさすがにサルインには大きく劣りますが、今回の技さん、これがかなりダメージ出せますんで20丸としております。で2ラウンドに関してはまあ、強い行動が2ラウンド連続でできませんので、ここはちょっと微妙かなと思い×としました。で3ラウンド周回に関しましては逆にめちゃくちゃいいんじゃないかなと思って20丸としております。一つがやはり気絶周回、高い知力を生かした全体気絶周回っていうので出番があるかなというところ、そして気絶が効かなかったとしても全体 C3 連発打てますので、まあこれも陰属性のメイン周回が来ればの話ですけど、
です一人で引率3手抜けっていうのができる可能性もあるんじゃないかなというふうに考えまして、この評価となっております。またもし過去の限定スタイル持っておりましたら、死の一戦を継承してきまして、単体 SS かける3ラウンド周回っていうのももしかしたら可能かもしれません。いやーですもね、悪くはないのかもしれませんが、正直サルーイン、そしてシェラハと比べると劣ってしまうというところがあるかなというふうに思います。そしてシェラハですよ、今回注目2キャラ目、下手したらサルーイン以上の注目キャラかもしれません。こちら見ていきましょう。まず能力の方、このようになっております。精神が結構高いんですよ、これいいっすよね。で耐性の方はインプラス65、要マイナス45がついておりますと。でアビリティの方、まず一つ目、ターン開始時自身を挑発状態にする効果中4ターン。そう、今回のシェラハタンクキャラなんですよ。ちなみに挑発状態っていうのは重ねがけされます。なので効果中4ターン、これ4ターン目以降は効果中が4つ重なった状態になります。覆面グレアード覆面が効果小かけ3回ですので、それに比べても相当高い挑発効果が乗ります。そしてターン開始時自身の HP を回復、効果極小で、攻撃を受けた時直接攻撃に対して被ダメージを軽減し、カウンター攻撃すると。被ダメージ軽減はこれ 35% ですね。でカウンターで発動するのが威力 C の全体技で、これ最大の注目が反撃技の属性にインが入ってるんですよ。どういうことかというと、サルーインと一緒に出せば反撃するたびに BP プラス1回復されます。でタンクキャラと言ったじゃないですか、挑発で集めて、じゃあ本人の硬さはどうなのかというと、37% 確率大回避がついていますと。まず天品と違って別にレジスト取らなくても確定で 37% 回避、そしてさらに余ダメ上昇 20%、 そしてターン開始時自身にディフェンスアップ効果中、これ 10% ですね、これが5回乗ると。まあこれだけでも5ターン目には 41% 軽減となって相当硬いんですが、シェラハさんの硬さはこっからです。まあ、41% 軽減、それに 37% 回避、もうこれだけでもめっちゃ硬いんですよ。なんだけど技がすごいんです。まず一つ目、こちらガードアップ小効果2ターン、これガードアップ小なんで 12% ですね。 BP0 通常攻撃の代わりに打ってガードアップ小がつくっていうめちゃくちゃお得な技になっております。でガードアップは重ねがけが効かない技になっておりますんで、例えばこちら2ターン連続打ったとしても 12%12% で 24% とかにはなりません。ただ効果ターン数っていうのは上書きされますんで、1ターン目と2ターン目に打った際は2ターン目から効果2ターン継続という形になります。でまあこれで 12% アップするっていうのはもちろん技3ですよ。こちら覚醒すると BP9 威力 S の単体、そして攻撃命中時対象の素早さ低下効果大 30% デバフしつつ、自身に防御強化効果大 35% を3ターン付与します。こちらに関しては防御強化なので重ね掛けも可能な効果になります。まあ、BP の関係上ちょっとね重ね掛けするほど打つことはないかなと思うんですが、一応重なります。でシェラハさんの最大の弱点はサルーインと組まないと毎ターン BP がプラス3しか回復しないところなんですよ。ただまあこれが効果3ターンということで防御強化、一応 BP9 先制さえできていれば技3、技1、技1、技3とループすることによって常に防御強化状態っていうのを維持することができます。アビリティと合わせると間接攻撃に関しては 66% 軽減、直接攻撃に至っては 78% 軽減で、さらに 37% 回避がつきます。グレアドしてる覆面が 63% 軽減なことを考えると、もう覆面なんかより圧倒的に硬いキャラクターになっておりますね。
まあもちろんね、覆面に関しては覆面は 25% でカバウが発動するとさらに 35% 軽減がつくというところで、シェラハはね覆面と違ってカバウことができないっていうところは違いがあります。でもう一つ、グレアド覆面さんはなんといってもオーバードライブ時に全体回復っていうめちゃくちゃ強い効果があったじゃないですか。シェラハはそういった回復効果っていうのはないです。ただ一方でシェラハにはカウンターがありますので、覆面と比べたら火力貢献という部分が大きいかなというふうに思います。そしてもう一つ、何より面白いのがやはりシェラハさん、多彩なデバフができるんですよ。これはこの後の評価の方で話しますけど、本当にそのあたりが面白いキャラクターとなっております。そして最後、技に、これが最注目かもしれません。覚醒すると BP6 威力 A 来ました。2つの属性を同時に下げられるデバフ、知力、精神、効果、小 15% ずつ下げることができるデバフです。まあ正直知力腕力とか知力素早さの組み合わせが欲しかったなっていう部分もあるんですけども、例えば敵が毎ターン精神上げてくるようなボスでほっとくとデバフ効かなくなっちゃうよみたいな敵に対して結構刺さるかなっていう場面はあるかなというふうに思います。そして評価の方、こちら追憶の幻冬城丸としました。本人が硬くて非常に安定性が高いというのは良いところかなというふうに思います。で火力に関しては、まあ、正直高くはないんですが、挑発状態で攻撃を集めてからのカウンターというところである程度火力も出していけることもあります。ただ一方でやはり火力面がカウンターに頼ってしまいますんで、ちょっと場所を選ぶというところがあるというところと、全体 C カウンターなので単体ボスとか周りの雑魚を削る必要がないようなボスに関してはちょっと火力落ちてしまうかなというのが残念なところかなというふうに思います。まあただ追憶でカウンターキャラ結構使えるよっていうのは弓のリズとかでも、まあ、皆さん感じているところかなというふうにも思いますし、硬いカウンターキャラとして活躍してくれるかなというところで丸と私はしました。で最果ての決戦と、こちらは火力キャラではないので×と。で捕獲高難易度将来性、ここですよ。ここかなり面白いというふうに思ってます。まず硬いデバフキャラっていうのは高難易度で非常に刺さります。例えば今回こちらのバインドスフィアみたいな知力精神下げなんかデバフが打てるっていうのは非常にいいですよね。そしてさらに非常に挑発性能高いので、タゲを集めて味方のダメージを減らしてくれると。でカウンターで火力貢献にもなる、こういったところで三角から丸評価としております。そして今回この表は過去の限定スタイルなしでの評価なんで入ってないんですけども、やはりシェラハの本領発揮は多彩なデバフだと思うんですね。例えば前回のノクターンのシェラハとか腕力素早さデバフ持ってますけども、そういったものを継承してきまして、本体硬い、そして敵に合わせてデバフを使い分けるスタイルとして結構使えるのではないかなというふうに思っております。あとはちょっとやはりね、このスタイル BP の回復量が悪いんですよ。なので過去の限定スタイルを持ってる、そしてサルーインと合わせて使えばさらに1段階評価高くなるキャラクターなんじゃないかなというふうに私は考えております。ただ注意点は、サルーインと合わせて使ったとしても間接攻撃が多い敵に対してはカウンターできませんので、BP 回復量やっぱり難ありになってしまうんですよね。そして周回、周回は火力キャラではないので×としております。というわけでこちらが今回のガチャ評価になります。いやーもうびっくりするくらいこの表が高評価で埋まってるっていうというわけで今回このガチャ引くかどうかなんですけど、私今回引こうかなというふうに思ってます。いやーやっぱりねー、結構サルーインとシェラハが強いというふうに思うんですよ。先ほど言ったようにサルーインは今後強いキャラがいいんじゃなかった場合に価値が落ちてしまうよとか、シェラハに関しても、サルーインと合わせたとしても間接攻撃が多かったりすると BP 回復でネックだよねとか、そういうところがあって、微妙な面もあることはあるんですけども、やはり確保しておいてもいいくらいの捕獲高難易度性能があるんじゃないのかなと私は考えております。であと何がいいかっていうと、一点狙いにならないんですよ。
サルーイン、シェラハ両方強いキャラクターなので、まあ天井までに少なくともどっちか出るでしょうと、そう考えたら結構引き毒な、ガチャになってるかなというふうに思います。ただよ、このガチャ終了まであと36日、めちゃくちゃ長いです。でこのあと4周年何が来るか分かりません。もっと強いスタイル来るかもしれません。ということでジュエル余ってるよっていう方でなければ一旦様子見しまして、ちょっとこのあとどんなスタイル来るかなっていうのを見てからこのガチャ引くっていうのを考えるのでもいいのかもしれないなというふうには思っております。いやどうなんだろう、もう結構日にち経ちましたけど、皆さんこちらのガチャ引きましたでしょうか。ぜひねコメントの方で、ガチャ結果でありますとか、またこのキャラクターこんな風に私は考察しましたよみたいな意見書いてくださると非常に助かります。そしてこのチャンネルではこのように新しいガチャが来ますと評価動画っていうのをやらせていただいております。でもう一方のねガチャの方もこの後出す予定ですけども、もし興味があるという方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。また少しでも参考になったという方は高評価ボタンを押していただけると励みになります。ではご視聴いただきありがとうございました。